女子プロゴルファーの渋野日向子が6日、富士山スタジアム、静岡県ソフトボール場で行われている、日米対抗ソフトボール2024第2戦の始球式に登板した。躍動感、渋子のソフトボール号速球、動画、小学生時代からソフトボールに熱中し、2022年から2年連続で地元。 岡山県で小学生が出場する大会を12月に開催するなど競技の普及にも尽力している。同大会で始球式を行ったことはあるが、公式戦となれば自身初。日本代表ユニフォームに身を包んで登場すると、初のファーストピッチに挑んだ。スムーズなフォームから低めの球が飛び出し、そのままミットに吸い込まれる。 プロゴルファーながら力強いフォームを見せた姿にソフトボールファンは拍手喝采。教嘆の声も上がった。ノーバウンドでの投球に緊張はしていたんですけど、ノーバウンドで行ってくれてよかったなと思いましたとアンドマジリの笑顔。大役を務めることが決まってからこの日まで、米国でもイメージトレーニングに励んでいた。この話をいただいて今日を楽しみに生きてきた。 いざこの日になってみると緊張感もあったけれど、終わってみると寂しい気持ちにもなっているなと感慨深そうに話した。先週のダブルス大会ラウ選手権を終えて一時帰国中。明日には海外メジャー、アムンディ・エビアン選手権に向けてふつする。会場で応援できて雰囲気を楽しめるのはすごく嬉しいこと。別の競技をしている自分にとっては大切なことだなと感じる。 リフレッシュと共にパワーもいただいているので、メジャーに向けて頑張りたいですねと話し、観戦席へと戻っていった。4日にバンテリンドーム名古屋で行われた第一戦は元中日投手の山本正氏が務め、試合はサヨナラで日本が勝利。8日に横浜スタジアムで開催される試合では元巨人の高橋義伸氏が務める予定となっている。文、笠井明